アストリアブールバード駅は、ニューヨーク市地下鉄 BMT、アストリア線の急行停車駅で、クイーンズ区アストリアの31丁目と、アストリアブールバードの交差点にある。N 系統が終日、W 系統が平日に停車する。南広報部の階段のシェルターこの公開駅は1917年2月1日に開業し、当初はアストリア線の他の駅と同様に、 IRT と BRT の共同運行だった。1998年5月1日の朝、駅の下で動いていたバックホーがメザニーを撃ち、3つのサポートビームを取り除きながら4つ以上のダメージを与え、床に大きな穴を開ける事件があった。負傷はなかったが、列車は減速して通過した。清掃作業はすぐに開始され、正午までに低速の制限が解除された。 午後3時までに一時的な措置として木製の床が設置された。最初の対応から8時間も経たないうちに駅は通常を営業に戻った。床の修理は深夜に行われた。当駅は ADA 対応工事を行うため2019年3月17日より営業休止となった。その後2019年12月18日に営業再開した。また、 改札内外に2機ずつエレベーターが設置されるが、稼働開始は2020年となった。駅をトライボロー橋から見る、当駅は、島式ホーム2面3線の駅である。2002年以降、中央の急行線は使用されていない。当駅の屋根やメザニンは木造である。アストリアブールバードの北側の、出入り口アストリアブールバードに面する出口は、一切なく、 オイトアベニューと31丁目の交差点4つ、角に1箇所ずつ設置されている。ありがとうございます。